128漢方処方分析、今回は97番大坊風湯です。肝胸武士含有の腎気剤、長年のリウマチでと書いてあります。それが右の上ね。左側の3秒ルール、なんと15種類の抗生生薬です。全部読みます。奥義、滋養、芍薬、槽術、当帰、杜仲、防腐、仙灸、甘草、胸郭、五質、体操、人参、肝胸、武士です。まあ、この15全部覚えるの大変なんで、その15分類のこんな生薬だけに着目すればいいよってだけすればいいですね。5番の朝鮮人参があって奥義がある腎気剤に該当します。で、下津湯です。6番の当帰、芍薬、仙灸、滋養がそのまま入っています。で、武士が入っています。武士剤なんですね。まあ、腎気剤で下津湯類で武士剤だと覚えてください。ピョイツのスコアは簡易版ではマイナス3。何があるんだ、マイナス3っていうと、陶器、武士、人参があってマイナス3点です。精密版では陶器、武士、人参、環境、奥義とあるのでマイナス5点になります。で、環境と武士、ね、強く温める生薬が2つとも入っていますから、強く強く温めるっていうのはイメージです。朝鮮人参があれば退院病の薬と言って大丈夫です、ね、さて保険病名、右に行きます。関節が腫れて痛み、麻痺、硬直して屈伸しがたいものの次の諸症、下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風とあります。まあ、半身不随なんかの人に出して、まあ、武士が入ってるんでね、いいこともまあ結構あります。ルールからイメージできる典型的患者像、分類チャートから人参、陶器が生薬になるので腎気剤の範疇に入り、また陶器、芍薬、仙灸、滋養があるので下津湯にも分類される。生薬の方向性で該当数もなく、拒否スコアは簡易版でも武士、陶器、人参が該当数でマイナス3点である。精密版のスコアでは上記に加えて、つまり武士、陶器、人参に加えて環境と奥義が加わるのでマイナス5点となる。とても虚弱な人のための漢方薬と理解できる。関熱のルールでは環境と武士が共に含まれているので強く温める漢方薬と分かる。腹部所見は拒否スコアのマイナスを表すように、虚弱な腹壁を連想すればよく、それ以外に特徴的な腹所見はない。6番のルールでは、滋養があるので退院病に分類される。はい、ワンポイントアドバイス。肝胸と武士を含有する漢方薬は大坊風湯だけである。腎気剤で下津湯と肝胸と武士を含むことが大坊風湯の特徴を端的に表している。ね、原点は1191年、ね、津村では和剤局方になっています。101戦法ってやつに、まあ、松田先生は載っていると、まあ、おっしゃられてるんですね。僕は松田先生に、古典の方は松田先生に従っています。それ以外は津村さんに準拠です。さあ、浅田総博は何て言ってるか。普通薬総監区決で、大坊風湯は101戦法に確執風のファーストチョイスとある、ね、局方には麻痺して萎縮している時のファーストチョイスね、東西とある。その目標は皮膚が痩せてガサガサしていること、リウマチ性疾患などがあるが気血の衰弱なければ効果なしである、もしも実証の実証するとかえって害があると浅田総博は言っています。まあ、大坊風湯、朝鮮人参と奥義を含む腎気剤10個あります。その中のリウマチバージョンだと僕は説明しているんですね。ぜひ気長に、環境武士という2つの温める、強く温める生薬を含んでいる腎気剤ですから、そんなイメージで使ってみてください。はい。128漢方処方分析、97番大坊風湯でした。以上です。